ゃないわよ、夢だけど。ちょっとあんた大丈夫？ねえ、どっか痛かったり苦しかったりしない？そう、ひとまずよかった。肉体から離れて消えちゃいそうなあんたの魂を夢に干渉する応用で無理やりこっちに回収したんだけど、ギリギリセーフだったみたいね。改めて久しぶりって言っても忘れちゃってるわよね、いつもみたいに。え、私のこと覚えてるの？それにいつもの夢の時だと私が一方的に喋るだけなのに、なんか普通に意思疎通できてるし。そっか、いつもの女の子と絆を結んだ時に見てる夢と違って、あんたの魂と精神がこっそりこっちに来てるから。あるいは何度も何度も話しかけてるうちに、少しずつだけどあんたの潜在意識に私のことが刷り込まれていってたのかもね。ってそんなこと今はどうでもいいのよ。それよりあんた、自分が死にかけてるって分かってる？そう、カイザーインサイトの攻撃からいつもの調子でペコリーヌをかばって、あんたは致命傷を負った。体のど真ん中をぐっさり貫かれてね。そのまま消えちゃいそうだった意識、魂だけはどうにか私がこうしてつなぎ止めたわけだけど、でも私にできるのはここまでよ。あっち側に干渉する力は今の私にはないの。思い出した？って待ちなさい！そんないきなり血相を変えて走り出そうとしても意味ないわよ。ここは距離とか時間とか、あっち側とは概念が違うんだから。そうね、みんなあんたが死んだと思って、怒りと悲しみで心をぐちゃぐちゃにして武器を振るってる。コッコロタンも泣いちゃって、今すぐ抱きしめに行ってよしよししてあげたい。ちょっと、あんた人の話聞いてた？いつもだったら夢から覚めればあんたの意識は元の体に戻れるけど、今はその戻るべき肉体が壊れちゃってるんだってば。そんなの無理よ。今戻ったら確実に死ぬわ。ただでさえ力の差は絶望的なんだし、それに見なさいよあんたのそのお腹。この夢の世界だから血も出ないで済んでるけど、そんなんで向こうに戻ったらもう絶対に死んじゃうわよ。え、ちょ、どうしたのそれ。久しぶり、また会えて嬉しいよアキラ。そう、あんたがこいつの治療を。ああ、気にしないで、ちょっとしたサービスだよ。ほら、すきっ腹では戦えないと言うしね。でもさ、怪我が治ったってまたカイザーインサイトにやられちゃうだけなんじゃないの？少年、私は君にキャルちゃんを通じて本来のプリンセスナイトの力を返した、この戦いで生き抜くための鍵として。けれど現状、君はその鍵で全ての力を解き放っているわけじゃない。私がかけたセーフティー、それを解除してプリンセスナイトの力を全て解き放ったなら、そしてその力を託す仲間との絆が確かなら、あるいは君たちは千里マナに及ぶかもしれない。ちょっとどうしてそんなことしてるのよ。決戦だって分かってるのに。私だって意地悪でやってるわけじゃないよ。セーフティーって言ったでしょ。私が返したプリンセスナイトの力は確かに君の力ではある。でもそれは前の君が持っていた力なんだ。今の君とはほんの少し違う。記憶を失う前の君、全ての力を解き放ったとしたら、その時に今の君がどうなるかわからない。もしかしたらわずかな違いのために力を引き出す鍵が壊れてしまうかもしれない。それどころか反動に耐えきれず
体が砕けてしまうかもしれない。最悪この世界から原因不明のエラーと認識されて、君そのものが抹消されてしまうかもしれない。そんな。だから私はセーフティーをかけた。これを外したところでマナに勝てるとは限らないし、それにそこまでのリスクを犯す必要が果たしてあるのかな。確かに千里マナはとてつもない力を持っている。でもその力にだって限界はある。マナは誇り高く、どこまでも孤高であろうとして、それゆえに孤独で、決して自身の限界を超えることはない。だから千里マナの願いは叶わない。だから千里マナは願いに敗北する。世界のルールを変えられず、世界に敗北する。そう、少年が身を削るまでもなく、マナはいずれ倒れるよ。でもさ、それじゃあコッコロタンたちは、その結果として、残念だけど今の君が築いてきた絆は失われることになるだろう。でもそれは取り戻すことができるものなんだ。君が君でありさえすればね。いいかな。危険と苦難に満ちた、救われないかもしれない道のり以外にも、少年がたどれる道はあるんだよ。全てをやり過ごし、新たな機会を待つという道が。どうする少年、今の君の存在を閉じて今の絆を守るか、この場は目を伏せて全てを新しくやり直すか。私にできるのはこの2つの道があることを教えてあげるところまでだ。ごめんね。元はといえば私が君を巻き込んでしまったの。アキラ、あんた。そっか、ありがとう。いや、礼を言うのはおかしいだろうけれど、そんな君だからこそ、私は。君にかけてあったセーフティーは解除しておいたよ。それと、君に太陽と星の祝福を。いってらっしゃい。負けないで。